おはようございます。今ご紹介いただきました千原台高校校長の南浩一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、先ほど会長がいました、参加のスピーチもありましたように、県内でですね、大変な被害が出ております。心より哀悼の意を表したいと思います。私の教員の仲間もですね、芦北高校に後輩を務めておりまして、昨日電話でちょっと話をしましたけれども、学校は大変な状況だということで、1階を全て使ってしまって、事務機等も全て、あと公式な、書類等もですね、全てダメになっている、大変な状況と聞いております。そういった中でですね、本日モーニングセミナーの講話を担当させていただくということで、先ほどですね、柴田様始まったら多分面識ないと思うんですけども、来ていただいたということで、とても嬉しく思っています。6月の講話ではですね、富士県の、参加者の皆様、それから内田会長、司会選に関して、川崎社長というような実践をですね、たくさん集まれた方々が講話された後にですね、私が担当するということで、非常にこう光栄であるとともに緊張しておりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。では早速中に入らせていただきます。現在の私ということで、今ありました千原台高校の校長をしておりますです。こちらがですね、千原台高校の写真です。平成26年にですね、新校舎を建てましたので、まだ5、6年ですね、非常に美しい新校舎です。施設はとても整っております。ここの校長してますけども、もう一つですね、私がやってる仕事じゃないんですけども、大きな、自分の中で大きなことはサッカー協会の仕事をやってます。技術員という仕事をさせていただいてまして、今ですね、ロアッソ熊本の試合が、今2試合やっと終わりましたけどもですね、その地元のゲームでですね、ラジオの解説をさせていただいてます。これは開幕戦の時のラジオ解説の試合までの様子です。また今度ですね、今週の土曜日、7月11日土曜日も午後7時から、熊本シティ FM、FM791、ビクトリーラジオという番組でラジオ解説します。7月15日水曜日もやりますので、7月は全部私が担当することになっています。よかったらお聞きください。ということでですね、そういったことですけども、私ども職歴ということで、私教員ですので、このように最初小学校の教員を15年間やりました。その後中学校に移って12年間。体育の教員です。そして、中学校で教頭となって3年間で、校長を3年間、そしてこの4月から、高校の校長となりました。でこの経歴はですね、実は、普通の教員なんですけど、かなり変わっています。何が変わっているかというと、まず小中高全部行ったというのがあんまりありませんし、小学校中学校に長年おりましたので、あんまりですね、教員として自慢できることは何もないんですけど、小学校1年生から中学校3年生まで、すべての学年、義務教育9年間を全部、担任しました。それからですね、実は中学校の教諭のこの最後の4年間、それから教頭3年と校長の2年間、この3つがですね、同じ学校でした。熊本市の慶陵中学校というところで体育の教員をしているときに教頭になりまして、その後そのまま教頭3年間して同じ慶陵中で校長になりました。同じ学校に9年間連続で教諭、教頭、校長を経験させました。そしてもうこのまま中学校の校長で終わるかなと自分は思ってたんですけど、いきなりこの4月に高校に行けという事例が下りまして高校に行きましたということですね。かなり変わってますし、自分としてはついてるなというふうに思います。で、生まれは1964年です。熊本市に生まれました。現在55歳です。社会長が一つ先輩ですね、前の話が。で今身長180センチ、体重66キロ、体脂肪率 16% ということで、ちょっと手前味噌になりますが、いろんな保護者の方とかですね、バランス先生、南部先生、スマートですねとですね、見た目若いですねとか言っていただけてます。でなんでこんなこと言うか、ちょっとこの後。で小学校3年生の時にですね、サッカーと出会いまして、今もサッカーを続けているということで、これがですね、私が小学校3年生の時の写真です。結構ですね、この辺ぽっちゃりくんなんですね。でも小学校3年生の時ぽっちゃりくんで、実は4年生の時熊本市は肥満児教室、今の呼び方変わってますけどありまして、私行ったんですよ。結構周りぽっちゃりの子ばっかりですね。なのでですね、ぽっちゃりの子っていうのは今も昔もそうで、あんまり女の子にモテないですね。はい、でそう、ちょっと不遇の小学生時代です。でこの時ですね、サッカーを始めるわけですけども、身長はまあまあ大きかったんですけど、
ぽっちゃりだったんですね。当時の監督さんから、お前はね、背はでかいけど、こういう時端切らんぞ、とりあえずボールの前に立っとけって言われて、私のポジション、ゴールキーパーってポジションが決まりました。それから今までずっとゴールキーパーです。で小学校6年生の頃、ね、さらに進みましたね。はい、さらにですね、ぽっちゃりと進みまして、こんな状況になりました。ですので、小学校の時はそんなにサッカーで活躍した思いではありません。ゴールキーパーですけども、トンネルして失点したこともあるしですね、よく仲間から失点すると、前のセーターと文句言われてですね、こうしょぼんとするような小学生でした。ただですね、おしゃべりでしたので、小学校6年生の時に、ね、児童会役員選挙がありました。今ですね、小学校はあんまないですね。中学校から生徒会選挙があります。で、担任の先生に誰か一人出さないと誰がいいかなと。とりあえず一番授業中おしゃべりのみんなでお前が出れって言われて、はいって言って仕方なく出ました。まあ、当然ですね、結果は落選です。はい。まあ、いい経験だったということですね。で、この時の私の教訓です。おデブだったからゴールキーパーになりました。ゴールキーパーだったからサッカー選手として成功できました。プラスという字はマイナスから。皆さんちょっと右手上げていただいてですね。そこにプラスと書いてます。1、2ですね。最初必ずマイナスですね。これ必ず私よく生徒に言うんですけど、マイナスが大きければ大きいほど縦線も長く入って、プラスの字も大きくなるんですね。だからなんか失敗して、まあ、高校だと特別指導、昔だったら謹慎ですね。タバコ吸ったとかですね。そういう子もやっぱり今もおります。そういうことを話すときによくこの言葉を使います。次です。中学校になりました。おデブの私でしたけどもですね、まあ、中学校になるときに、小学校時代ですね、サッカー部でしたけど、私たちの時代ですね、秋から冬にかけてサッカー部だけやったんですけど、春から夏はですね、町内体育のソフトボール大会があってまして、それに一生懸命熱中したんですね。で、まあ、野球も大好きで、甲子園も大好きでした。まあ、野球部にしようかな、サッカー部にしようかなと迷った挙句、サッカー部に入りました。で、それで、まあ、一つの人生の曲がり方なんですが、サッカー部に入ったらですね、まあ、先輩がですね、たまたまですけど、キャプテンの3年生の先輩と同じゴールキーパーだったんです。で、ゴールキーパーだけの朝練をするから、毎朝出てこいと言われまして、朝から行かなきゃいけない。もう先輩怖いからですね。で、私の家は学校まで3キロぐらいあるんです。で、毎朝3キロ、まあ、歩いていくんですけども、まあ、ちょっと間に合うときは走ってきてですね。そう、走行してるうちに先輩からですね、お前、声取んねん。まあ、そうじゃん、横のボールは取れんぞ。痩せろって言われて、お前、分かった。もう1年間、俺が決める。アイスクリーム食うな、ジュース飲むな、お菓子食うな、1年間約束ぞ、水かお茶、あと飯とお菓子、これ以外絶対食うなって言って、もう怖いもんですから、はいって言ってね、仕方なく1年間それを通したんですね。そしたらですね、1年後には身長が、中学1年生の時で身長が162センチ、体重60キロでした。で、1年後はですね、身長が172センチ、体重60キロということで、もう全く体型が変わりました、1年間ですね。そしてですね、まあ、そうこうしているうちに、まあ、熊本県の選抜をですね、九州選抜のメンバーに選んでいただいてですね、これが九州選抜で参加した全国大会の時の写真です。全国大会で3位になりました。で、この時の監督さん、この方が遠山先生ですけども、初代のですね、大津高校の監督をされた方です。で、この方の次に監督したのが、今の総監督の平岡和則ですね、有名な平岡監督ですね。で、まあ、このチームにもですね、たくさん有名人がいまして、当時ですね、彼は、この2人はですね、後々 J リーガーになります。私が大学出た時はまだ J リーガーなかったので、こっちはですね、松田ですね、広島の松田に就職して、こちらはトヨタに就職して、片方はサンフレッチ広島、片方は浦和学生と、で、それぞれプロになりました。で、ほとんどの選手たちがですね、この辺りが島原商業ですね、当時全国レベルでした。それから鹿児島商業、佐賀商業、鹿児島実業、そういったですね、全国の名門校に行きました。でですね、まあ、この時に、監督から言われた言葉がですね、カミナミ、サッカーの世界にはこういう言葉があったと。後ろの声は神の声です。後ろの声は神の声です。ゴールキーパーは一番後ろなんですね、ピッチの。だからピッチ全体が見えます。なので、お前が出す指示の声は選手たちにとって神の声と同じなんだぞ。この言葉が私のサッカー人生を支えました。ずっと言ってますように、運動能力鈍いのですね、そんなですね、スーパーセーブはあんまりできないです。けれども、選手を動かしてですね、シュートを打たれないようにするというのが私の一番のストロングだったんです。それだけを評価してもらって、九州選抜まで行きました。で、高校に進学するときにですね、私もですね、一応九州選抜だったんで、当時の島原商業の監督、小嶺監督から誘っていただきます。後々、三重高校ですね、全国制覇する、連勝です。
ただですね、サッカーだけで生きていく自信が当時はまだなかったので、その断りをして、地元の高校に行こうというふうに決めました。でそんな時ですね、ちょうど、中学3年生の時に、熊本県の選抜と韓国の選抜の試合が水前寺競技場でありまして、その試合をですね、テレビが中継してくれて、RKK がやってたんですね。その時、RKK の実況していたアナウンサーの清原健一さんという方が、たまたま成績校のサッカー部の OB でですね、OB コーチ、外部コーチとしてよく成績校に帰ってたんですよ。ポジションも同じことを聞いた。で、この方に誘っていただいて、成績校に来ないかと。で、当時成績校には、私の一つ上で、慶応中学校出身の先輩たちが8人ぐらい、この人たちが全国で3位だったんですね、全中で。なので、この先輩たちがいるところで、いるからお前たちが来てくれれば、全国でベスト8を狙うチームができるという甘い言葉に誘われて入部した。受験して合格させていただいて入部しました。ところがですね、もうこれはまるで相撲部屋と同じですね。もう中学3年生の時はこの先輩なんて優しい人なんですね。よく本当に覚えてもらってですね、優しかったんですけど、入部した途端に180度変わりました。鬼に変わりましたね。本当怖かったということですね。もう今まで言うとパワハラですね。パワハラの連続です。ゴールキーパーなんでキーパー特訓ということですね。もうゴールキーパーゴールに入ってひたすらボールを蹴られるんですね。グランダー、ゴロのボールを取り行くんですね。何十個、何秒とか、だんだんきついんで腰が上がってくるんですね。そうするとですね、お前はここに土壌すくいに来たんかとですね。そういうところですね、俺が向こうに立ったコーチですね、清原さんです。100メーター先に立ってですね。で、そこからゴール前から、俺は先生このキーパーだと100回叫べと。そして、俺の心に響いたら回る。響かなかったら回す。罰を出されたら走るつもりです。また。それから周りが出る前に。絶対言えないということですね。もう本当思いましたね。ああ、もうこれきついからね、俺交通事故はいかんなと思いましたね。ねもうバスの前に飛び込もうかな。最初はですね、コーチはいつもスクーターで来たんで、事故合わせたんかなと思ってですね、人を合わせるのが難しいんで、俺が怪我した方が早いなと思ってですね、そういうこともありましたけども、なんとかですね、やめずに、あとつらかったのはやっぱり、他の中学時代の仲間、どんどんしましょうとか、果実とか、有名校で、レギュラーとして試合に出るわけですね。自分はずっと試合に出れないんです。なかなかレギュラーになれずに、やっと試合に出れるようになったのは2年生の秋からでした。ということですね、そういったことでしたけども、おかげさまで1年生の冬は、私は試合に出れませんでしたが、全国高校選手権に出場して、国立競技場で入場行進をすることができました。そして国体に3年生ですね、熊本代表として出場することができました。2年3年は決勝まで行って決勝で負けたんですけども、これが決勝戦、水前寺競技場でやった時の写真で、残念ながら白が正々黒です。私、ゴールキーパーの時も20番の陰に隠れちゃってるんですけど、ちょっと試合中の写真がこれしかなくてですね。で、この時の教訓です。花の咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ、やがて大きな花が咲く。私の高校時代はまさにこれでした。で、これはですね、後々、高橋尚子選手をですね、オリンピックの金メダリストに育てた小出義雄さんの言葉です。大学生になります。大学生になってですね、大学進学もですね、いろいろ考えまして、もうだいぶちょっと自信がついてきたんですね。よし、俺もちょっと全国へデビューするぞと思ってですね、筑波大学を受験しました。筑波大学とですね、早稲田大学、日体大、国士舘、そういったところが当時強くてですね、で筑波に行ってサッカーやろうとですね、受験しますが、残念ながらですね、書類選考で落ちされて、筑波の地を踏むこともなく私の受験は終わりました。では仕方なくですね、地元の熊本大学の方の受験に切り替えてですね、なんとか熊本大学の教育学部保健体科というところに合格をさせてもらいました。で、大学時代はですね、九州リーグでやってましてですね、3位でしたですね。1位が福岡大学、2位が九州産業大学、で3位が熊本大学。国公立ですので、うちはですね、上の2つは私立の強豪ですので、頑張ってたんですけども、なかなかその2つを破れずにですね、全国に行けなかったんですね。ただおかげさまで私の一つ下の代がですね、やっと九州産業大を破りまして全国に行きまして、その時筑波と全国で対戦をしております。で筑波のその時のキャプテンが、今もさっき言いました大津高校総監督の平岡和選手。その時の選手同級生が今、FC 東京で監督をしている長谷川健太、それから井原正美、それから、アリアの壁というわけですね、日本代表キャプテンでした。それから権中山というのが全国試合に出ているという相手チーム。で試合負けましたけどね、よく頑張ったなという大学時代でした。で私の大学時代の思い出はこれです。キングカズですね、ご存知。で三浦和義。なぜカズと接点ができたかというと、カズはですね、
実は、中学校を卒業して高校士族学校に入るんですが、1年生の途中でも中退をしてブラジルに渡ります。でブラジルでプロになるんだと、15歳ですね。そして3年後にユースチームになっているときに、たまたまですね、銀座でジャウというチームが日本に遠征に来まして、日本を転戦したんですね。その時熊本に行きまして、熊本の高校選抜と水前寺競技場で試合をしました。その日の夜にレセプションがあったんですね。で私当時、熊谷のキャプテンをしてましたので、監督がちょっと行けないから、俺の代わり行ってこいって言われてですね、釣り屋の8階だったかな、で やったんですね。で、まあ、我々の時代ですので、まあ、皆さん、先生、同年代の方多いので、まあ、ご理解いただければと思います。高校卒業するとなんかお酒飲んでいいよってね、そういう空気がありまして、大学の新刊校舎とか死ぬほどのまさりですね。で、彼も当時実は19歳だったんです。で、日本でいうと大学1年生。で、相手は18歳と19歳、17歳混じってて、だからブラジルでも同じです。19歳酒飲んでたんですね。で、こっちはみんな高校生なんて飲めない選手たち。で、酒飲める若手が私しかなかったんで、意気投合しまして、で、当時ですね、熊本にですね、マハラジャっていうディスコがあったんですね。ディスコってわかりますかね。若い人はもらえちゃうんで、若い人はですね、今クラブっていうんですけど、ディスコっていうのが大流行してました。マハラジャって流行ってたんですね。で、そこに行きたいってみんなおっしゃって、じゃあ行こうか。ただ、ドレスコードがあるんですね。ちゃんとスーツ、ネクタイじゃないと入らないんです、当時。で、黒服のお兄さん立ってたんですね。で、私は、まあ、今も好きなんですけど、当時から夜の街が大好きだったんですね。いつもマハラジャに通ってたので、黒服のお兄さんと知り合いだったんですね。なので、ブラジル人2人とカスと3人、ジャージなんですけど、一緒に連れて行って、まあ、彼ら、全然怪しいもんじゃないから、絶対俺は責任持つから入れてって言ってもらったんですね。で、一緒に遊んで。で、マハラジャ出まして、で、ブラジル人帰ってですね。で、カスと、じゃ一緒にうどん食おうかと。目の前に福泉うどんっていうのが来たので、うどん屋行ってですね、一緒にうどん食いながらいろいろ話をしました。その時にですね、カズが言ったのが、南さんの目標なんですか、夢なんですか、夢っていうか、目標はとりあえず九州リーグでね、福大球さんに勝って全国行きたいなって話をしたら、カズがいわゆるマジ切れしてです、何言ってんですか、皆さん。そんなんじゃいけませんよ。南さん、将来、子供たち教えるんですよね、マスコミのつもりだけど。僕は、ブラジルで絶対プロになって日本に帰ってきて日本ワールドカップにする。選手がどんだけ世界を目指しても南さんたちの指導者がたかが九州の中とかそんなところを目指してサッカーやってたら日本のサッカーはいつになっても世界で勝てませんよ。絶対世界を見て教えてください。衝撃でした。19歳です。私22歳です。こんな19歳いるんですね、はい、ということで、まあ、世界で出場してください。世の中の大会を知らす。これは今度の私の教訓ですね。まあ、広い世界を見に行かなきゃいけないなということです。ただですね、数はまあそういうすごいことも言いますけども、まあ、ちょっとチャラいところもありました。当時はですね。で、社会人になりました。私、教員になりました。まあ、教員になってですね、まあ、同じくまたサッカーの熊本県教員集入団ですね、熊本教員団という社会人チームに入団をしました。でそこはですね、九州リーグという社会人のチームでやってまして、社会人として国体青年の部にも2回出させてもらいました。で、これが当時の写真で、私ここに写ってるんですけども、私は監督兼選手としてですね、まあ、選手として十数年、監督を5年間やったんですけど、出た大会の国体教員の部の後の大会で、全国教員選手権という大会で、全国2位になった時の写真ですね。地元開催でした、ね、はい。ということでですね、まあでもこの時もいろんな苦労がありまして、どういう苦労があったかといいますと、先ほど言ったように、まあ、平岡もそうですし、その後輩たちはですね、全国レベルで活躍した選手たちがいっぱい入ってくるんですね。で私はもうずっと地元の熊本から出てません。高田国体です。で相手はもう平岡なんか帝京の時に、平岡先生は私の一つ後輩です。で帝京の時全国制覇してますね。そういった全国で活躍したら世界大会に行ったとかいう選手が入ってくるわけですね。でそれで監督としてこう話を聞かせなきゃいけない。じゃあどうしようかなって彼ら納得してくれるために何ができるかと思った時に思いついたのが、当時ですね、スカパーとかワウワウとか衛星放送がですね、ちょうど入り始めた時で、お金さえ払えばイタリアとかスペインとかイングランドとか世界のサッカーが簡単に見られる時代でした。なのでそれを全部契約しまして、とにかく世界のサッカーを見ようということで監督をしている5年間で800試合見ました。ノート15冊で1試合1試合全部分析をしながらですね、それが今の解説の役にも立っている。でそれでやっとみんなが納得したという。で、これの教訓はそこそこやるではなく、そこまでやる。これです。
前週、まあ、修学館高校野球の監督の会社匠さんのことです。やはり、まあ、私は10試合見たよと言っても誰も聞かないと思うんですね。5年間800試合という数は力だったと思います。そしてですね、前回ちょっとあのウェブ講座の声が後の方ですね、島内さんが聞けなかったとおっしゃったんで、ちょっと前の方に来ました。会が必ず理由とかですね、臨時法人会との出会いで、校長となってからですね、経営を学び始めたんですね、学友で。つまり、教諭教頭の時はですね、まあ、サッカーと生徒指導と、まあ、授業、この3つを一生懸命やったんですけど、経営、校長になった時ですね、学校経営をしろって言われたんですね。学校も経営なんですね、校長は。経営のことって何も知らないなと思って、でとりあえず本を読みなさいました。経営の神様という町田幸之助さんですね、野森和夫さん、それから斎藤ひとりさんというのは、マルカンというですね、サプリメントを中卒で、長者番付何回も持ってきてます。と天狗四郎さんというのはソニーの重役の人ですね、コンパクトディスクですね、ロボットの愛を使いました。小林正寛さんというのをずっと一生講演してもらった方ですね。それから、船山幸夫さんというのは経営コンサルという意味があって、下誠さんというのは、右脳開発を読みました。友木健一郎さんの科学者ですね。こういった人の本をずっと読みなさりました。そうこうしているうちにですね、YouTube でですね、経営とか、リーダーシップを見ているときに、鴨頭さんの YouTube を発見しまして、今でも覚えています。私は初めて見た鴨頭さんの YouTube です。リーダーシップとマネジメントの違いと言っていました。それを見て、この人すげえなと思ってですね。この人は、もう皆さんご存知だと思いますけども、マクドナルドのスーパー社員と言われた人ですね。それを退社して、YouTube 講演家としてやっている人です。でその人がですね、練馬区倫理法人会というところに入っていて、よくそこからの講話もこう YouTube で出てたんですね。いや、こんなとこあるんだと思って、でこの方が、全国で何百箇所とあるんですよって言ってたのが、熊本にもあるかもと思ってネットで検索してみたら、あ熊本市もこんなあるんだと思って、で私の家に一番近いところはここだったんですね。で、たまたまですね、まあ、じゃあいつあるんだろうと思ったら1月14日に、高山誠司さんの講話ということで、で誰も私、この会員さんに知り合いがいなかったんですね。はい、来てみたら牧野先生いらっしゃって何回か患者としてお越しになったことがあったんですけども、はい、で誰も知り合いなかったんですね。ただまあ小山さんがあの高校時代の一つ下の後輩だったので認識があったんで、まあ、じゃあちょっと小山君だけでも顔知ってるから行ってみようかって、でも一元さんを断り切られたら諦めて帰ろうと言って行ったのが最初です。でその数回後に入学したということです。で倫理実践といってもですね、私非常にまだ倫理経験は最後ですね、あまりないんですけども、今まで自分が本とか読んでやってたことが、あ、しおりに書いてあることと一致するなということを確認しているような感じのところもあります。で一番私がまだたくさん学んだのは斎藤ひとりさんです。この方が何を学んだか、上機嫌ということですね。で機嫌の字が違うんです。全部この人の造語なんですね。でつまり元気を出して気持ちを上向きにしていくといいことあるよ。でゲーテも言ってます。機嫌は最大の罪である。斉藤さんの、まあ、口癖というか会ったことないです。本で書いてあるのは自分の機嫌ぐらい社長は自分で取れる、社員から機嫌取られるようじゃダメだということを言って、それがついてるですね。もうついてるという言葉も大好きですね。よく私も使ってます。ついてると言ってると本当にいいことがたくさん起きる。先日こんなことがありました。土曜の朝です。まず土曜も日曜も大体学校に行くんですけども、土曜の朝ですね、出かけようと思って車乗ろうと思って車パンクしてるんですね。左後輪ですね、あれだなと思ってですね。だからこの時ですね、斉藤さんのことを思い出して、まあ一回ってね、今日土曜日だったらよかったなと。これ平日だったらね、ちょっと先生たちに迷惑かけるけど、土曜だから別に行っても行かなくても、まあ、別にいいわけで、好きでって言うんだけど、まあジャブに電話しようと。ジャブに電話したんですね。30分ぐらいかかりますってことで、30分間まあまあ早いな、ついてるな。でこの30分で、あ、そうだ、朝の体操ちょっと今日多めにやろうとですね、筋トレしながら30分待ってたんですね。そしたら、ジャブが来てくれて、まあ、ジャブが、ね、あ、これ釘が刺さってますねってですね。で抜いても抜いて応急処置もできますが、ここで応急処置するとパンク修理の時にやりにくくなるので、タイヤ皆さんどこご存知ですか。あ、そういえばこの間車検の時に全部タイヤ変えなきゃいけなかったんで、あの一番安いタイヤさんの B ラインというところで変えたなと思って、 B ラインですって言ったら、あ、 B ラインさんですか、あそこタイヤ修理無料ですよって言われて、じゃあ僕が空気入れて後ろからジャブがついてくるから B ラインまで一緒に行きましょうって、B ラインまで行ってタイヤ修理してもらって、全部無料、ジャブも無料、B ラインも無料、そしてタイヤをピカピカに磨いてもらって帰ってくるんですね。本当についていくことになりました。で笑顔で頑張るんですね。これを頑張るっていうのはですね、かたくなに張るっていう感じ、普通書くんです。
ですけど、顔が腫れるというのはこれ斉藤さんの言葉ですね。でこれも大好きな言葉で、スケートもよく言います。でソチ五輪のですね、金メダリスト小平奈緒選手ですね、スケートでスランプに落ちた、そして高校時代、その時コーチがこう言ってそうですね、お前なんでスケート滑ってるんだ、もともとスケートが好きだからだろ、楽しいからだろ、じゃあ笑顔で滑ろう、タイムなんかどうでもいいじゃないか、笑顔で頑張る練習をしようよってこの上司ですね。それから小平さんはスランプを抜け出して金メダルに達した。もう一人、小林正寛さんからも報告がありました。彼は人生のシナリオを生まれてくるときに神様が書いてくれてるって言うんですね。なので、ということはどういうことか、何か頼まれたことは全てやれということですね。私はこれも実行してきたつもりですということで、先日ですね、白石千人幹事から、来年のです、ね、役員をちょっと来ないかと言われてですね、さら、まあ、に早起きかと思ったんですけども、いやいや、小林正寛さんのお仕置きかなんてことは、はい、やりますと一応もらいました。ただですね、断るべきは3つある。1つは借金の部屋、1つはですね、数合わせ。もう今や誘われませんけど、例えば合コンとかにですね、誘われて男が1人だらけ来てよと言われても、それは私のこともいいわけで、数合わせがある。それから戦略があるわけですね。これは答え。はい、あとトイレ掃除ですね。これはですね、小林正寛さんの本でですね、トイレ掃除するとお金がいっぱい入ってくると書いてあるので、私公務員なんですね、基本給料変わらないんですけど、お金あったらいいなと思ってですね、とりあえずトイレ掃除のことを決めました。ただ、日にちを決めてやるわけじゃありません。私のトイレ掃除はトイレに入って出てくるときにですね、ティッシュペーパー、トイレットペーパーを使って、パーッと拭いてですね、入ったときよりきれいにして出るっていうのを繰り返しています。スリッパだらけ。これは中学校で生徒指導の担当になったとき始めました。私、子供の子が整理整頓苦手でですね、よく母親から、あんた、いつも机の上がぐちゃぐちゃ、部屋もぐちゃぐちゃ、靴一丁並べきゃ、ちゃんとしなせってよく怒られてました。でもですね、生徒指導になって、生徒にちゃんとしようというとき、自分ができなかったらまずいなと思って、履物を揃えるということを意識しました。で今でも、校内のですね、授業毎日私、1日1回回るんですけども、そのときはトイレのスリップを必ず並べて回るようにもしています。それから自分から笑顔で挨拶ということ。朝から毎朝ですね、こんな今日のような雨でも必ず朝掃除をします、外をですね。うちはありがたいことは自転車小屋があるんで、自転車小屋の下だとですね、濡れないんですね。そして生徒におはようって挨拶するんですけど、これもですね、声の通るなんですね、鴨頭さんにはドレミファソラシドのラの音で、おはようって言うと、一番明るく響くんですね。おはようって言ってもですね、生徒は威圧される感じですね。で教員はですね、横着ですので、教員の中にはですね、挨拶は生徒がするもんだ、先にしちゃうからですね。制度を発達するのに納得、昔先輩が言われたこともありますが、その考えを途中で変えました。笑顔歯磨き、歯磨きをするとき笑顔の練習をしています。これから先はですね、鴨頭さんの全部ですね、真似ですね。でなんでいいかということを言うとですね、習慣というのはですね、毎日やる習慣にくっつけるとうまくいくということですね。歯磨きみんな毎日しますね。それと笑顔の練習って恥ずかしいですね。人の前でやると、歯磨きのとき人も見てないですね。目の前に鏡があります。非常にやります。感謝方向、これも、校舎を回るときやっています。ありがとうついてる、感謝します。ありがとうついてる、感謝します。ありがとうついてる、感謝します。歩くんですね。でも実際こうやって声出して歩いたら、今年の校長は頭がおかしいということですが、大変なことになりますので、心の中でそういいんだ。私もです、もともとのこういう性格で、時々落ち込むこともある。そういうときは幸せを思います。嬉しい、楽しい、幸せ。嬉しい、楽しい、幸せ。って歩くと、自然と笑顔になってきます。それから速攻速死ですね。今日の収録もありましたけども、17日にですね、今日が一番いい日、今日やろうと思ってやれということで、鴨頭さんが YouTube やったらいいよって言ったんで始めました。今約 2月に始めた、2月の終わりに始めたので、今何ヶ月か。どうも、宮部コーチです。うん、昨日ですね、アップした動画でお伝えしたとおり、今日から私は高校の校長となりました。3月までですね、中学校の校長。これがですね、千原台高校に行って最初に撮影したという仕事です。熊本県の千原台高校です。これが千原台高校の校旗ですね。ということで、じっくり見ていただきたいんですが、今日時間がないので、ぜひ YouTube で検索してください。はい、教生活の学びということで、小学校教員時代ですね、私です、中学校の家庭を卒業したので、小学校の実習経験もほとんどなかったですね。で小学校行ったらですね、何でも教えないといけない。高校算数理科社会、高校って大体何を教えるんだという感じだったんですね。で先輩の先生にどうすればいいですかって相談したら、まあ授業も始まって、まずはね、あと分かんないけど子供としか遊びなせえということで、子供と遊べって言われて、昼休み毎日子供と遊びました。20代の頃は続けたと思うんですね。
それからもう一つ、ただ授業も大事だ、教師は授業で将来をしっかり勉強せということで、授業の勉強をしっかりそこの時代やったことで、まあ、今いろんなことができているということですね。中学校に移りました。小学校から中学校に移った時、まだですね、荒れる中学校の時代だったんですね。でその時思ったのは、中学校にもね、やんちゃな兄ちゃんたち舐められちゃう、絶対舐められちゃう、こいつは小学校から来て甘いと思われちゃいかんと思って、もうめちゃめちゃ厳しくしました。力のせいとしてですね、もう俺についてこいの感じですね。もうスクールウォーズの時代です。歯を食いしばれみたいなですね、15年前この頃ですね、今の時代です。私は完全に懲戒免職あんまずかったです。でもですね、まあ、それ以外立ち行かなくなったということに気づいた時がありまして、プロの生徒指導に帰ってきた。この辺りです、話す。ここだけで1時間かかりますので、ちょっと今日は飛ばします。で、一生懸命かっこいいという言葉と出会ったのが、その次に行った中学校、慶応中学校で出会いました。で、ここで9年間、先ほど言ったように過ごしたんですね。で、9年間、まあ、体育の教員、生徒指導、それから教頭、校長とやった時の最後のですね、年のちょっと VTR を見てください。ちょっとだけです。体育大会のですね、最後の校歌斉唱なんですね。で、この上に立っている3人がですね、各団の団長です。手前に2人ラッパ吹きがいます。これをみんなで歌うんですね。どんな感じで歌うか聞いてください。いわゆる全力効果を出す電光戦。これはですね、まあ、金足東京とはちょっと有名になりましたけども、ただこういうふうに歌えて指導したことは9年間一度もないんです。9年間やってるうちに自然と子どもたちが肩を組むようになり、体を反らすようになり、そしてですね、前の方の、女の子はもう泣いてるんですね、これ役員です。この方、この後でも一般の子どもたちですよ、泣きながら歌ってます。でもこれは一番前が3年生、2番目の緑が2年生、一番後ろが1年生なんですけど、まあ、後輩たちが見て、来年はこれ以上の体育大会にするぞと思うっていうのが、私の一つの学校経営のモデルということで、思っています。学校経営ということで、これを今も、校長だったからずっとですね、私は学校教育目標にしています。一生懸命学校を実践する学校を作り、一生懸命になれる生徒、一生懸命支える生徒の育成、なれる生徒っていうのはいわゆるリーダーですね、支える生徒はフォロワー。このリーダーとフォロワーの役割を、両方を学校生活の中で経験した。で、この後でもですね、これだけで1時間ぐらい話をします。で、これをするためにはですね、教師集団の育て方、これが一番大事です。皆様も会社を経営されるとき、多分ですね、社員がどういうふうに育つかということが一番大事だと思います。私が教師にいつも言ったのは、三方よしの精神。三方よしというのはですね、もう皆様ご存知かと思いますが、近江の商人の言葉で、よしてよし、書いてよし、世間よし。でですね、よく、まあ、お客様は神様ですね、顧客ナンバーワンといろいろ言いますね、我々の世界もですね、生徒が一番ですね、スチューデントファーストというんですけども、それも正しいと思うんですけど、でもですね、私の考えです。それを学校に置き換えて、教師を生徒に保護者責任をし、この順番が来るってですね、生徒のためにと思って教師が苦しいことをやっていくとですね、最終的にはあまりいい結果になる。最悪はですね、保護者とか世間の要望があるから無理してやるってですね、これは絶対良くなる。先生たちはやっぱり基本ですね、生徒の笑顔を見たい、生徒を成長させたいと思って教師になってるんで、その原点に立ち返ってもらうと、大体先生たちが嬉しい、楽しいと思いながらやってることは成功します。そしてメールあがきも、これはもう皆さんにはですね、もう社会説法ですね。ただこれがですね、すごくうまくいったなと思う遠隔授業の取り組みです。この間コロナでですね、休業になったときに遠隔授業も進めなきゃならない状況になりました。で、この様子ですね、NHK が放送してくれたんですけども、うちにもですね、20代から70代まで先生たちが、70代の先生なんかタブレットなんか持ったことないんですね。でもですね、この精神ですね、とにかく明るく楽しくみんなで一緒に勉強しようということでやってくれました。とてもありがとう。現在の千葉大高校です。将来点は全国レベルの運動部があります。男女ハンドボール、自転車部、男女陸上部です。男女ハンドボールは去年揃って高校総体に出場しましたし、女子はですね、もう3年間負けなしです。それから県内ではですね、自転車部はですね、毎年、全国にもちろん来ますし、世界大会にも行きます。去年の卒業生は、ドイツの世界大会に行きます。それから、プロの競輪選手にも数名になります。それから男女陸上部は、駅伝ですけども、女子の方が去年県で優勝して、都大路を走りました。それから野球部もですね、まあまあ強くてですね、荒木翔太君という子がプロ野球のソフトバンクに昨年入団して、まあ、育成なんですけど、
今年の雪で頑張っています。明るく素直な生徒たち。まあ、千原台もですね、過去にはです、ね、ちょっと荒れた時代もあってですね、どんなかなと思って行ったんですけど、行ってみたらとてもみんな明るく素直です。そして驚いたのは、ボランティア部というのがあって、そこに80人ぐらい生徒が在籍してるんですね。で、近所の小学校に10年ぐらいずっと挨拶のところに通っている。今コロナでちょっとできてないんですけど、いいところたくさんあるんです。ところがですね、残念ながらですね、倍率の低下が見られています。2年連続定員があります。そして、まあ、以前は、ね、高い時は3倍ぐらいあった倍率がですね、まあ、一昨年はもう全体平均で1割終わりました。去年は大体超えたんですけど、1つのコースだけがあったんですね。今年はもう絶対にそれを防ぐということを思っています。それから体罰、少子の続発、強い部活動の裏返しでもあるんですけども、残念ながらですね、昨年は男子陸上とすぐ野球の方で体罰ということで報道されてしまいまして、マイナスイメージがついています。こういったことをですね、払拭することが現在私に課せられた、課題かなというふうに思っています。まだですね、赴任して数ヶ月です。もう私はですね、もう北から逆に骨を埋めるつもりで来てますけども、現在ですね、高校改革もあってまして、まあ、熊本市がですね、どういうふうに高校改革していくのかによってですね、千原台高校はもしかするとなくなるということもなくわけです。出力が統合されてですね、一つの学校になるというケースもありますし、千原とですね、今、熊本市総合美人専門学校があるんですけど、これが統合されて、高校と専門学校で高専になって、必修館と中学校が統合されて、中高一貫校とか、いろんな今、アイデアがあって、多分でもそれが今年1年以内にまとまりそうなんで、まあ、この先の私の職があるかどうか分かりませんけども、なんとかですね、1年1年を全力で頑張ってですね、千原台高校をさらに教師と生徒が幸せになれる学校にしていきたいなというふうに思います。本当に拙い話でしたけども、はい、何とか1分は話せることができました。ご清聴ありがとうございました。